根津記念館は、山梨県山梨市にある博物館。建物は、国の登録有形文化財に登録されている。主や座敷鉄道王の異名を持つ、実業家、初代、根塚一郎の実家を保存、活用する施設として2008年10月に開館した。2003年、この建物及び敷地を所有してきた根付の子孫より、後世の人々の育成に役立ててほしいと山梨市に。 寄贈され、それまで非公開であった根ズテの歴史的建造物、それに加え残されていた設計図により復元した青山荘と茶室、並びに常設展示棟などを整備し公開した。敷地面積は約6,700平方メートル。富士山、三坂山地を借景とした庭園を流れる小川には書き、ホタルが飛び交い周辺住民の憩いの場にもなっている。常設展示では、 初代、根塚一郎の生涯をパネルで紹介し、彼が山梨県下の小学校に寄贈した根津ピアノをはじめ、公衆財閥に関する様々な資料が展示されている。主屋柿の3件が2007年12月5日に国の登録有形文化財に登録された。1933年春工、根津邸の中心となる建造物でコンクリート布基礎、ボイラー設備。 屋内消火栓、電気配線の埋め込みなど、昭和初期当時としては、先進的な建築技術が取り入れられている。旧大梅街道に面した長屋門で、正面16軒、側面3軒の個人宅としては、規模の大きなものである。大梅街道と面した、境界部には柿綿等を廃した皇居が設けられている。現在では、根付年間の入場口として使用されている。 木造3階建ての高さ10.365メートルの土蔵である。3階建ての土蔵は全国的にも珍しく、母屋と内部で連絡している。現在では、根付に関する資料類が展示されている。万力公園にある根塚一郎の銅像山梨市条例による。参照、山梨市令奇襲、広報山梨2007年10月号。ありがとうございます。